今年も確定申告が始まりました。確定申告について税務署からお知らせです。確定申告書の作成は国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーが大変便利です。画面の案内に従って必要事項を入力すれば税額などが自動計算され申告書を作成することができる便利なシステムで、初めての方でも操作のしやすい画面となっています。確定申告書等作成コーナーは国税庁ホームページトップ画面の確定申告特集をクリックしていただくとご利用になれます。パソコンのほかタブレットやスマートフォンでもご利用になれます。タブレットやスマートフォンで作成したデータは無料アプリを利用してコンビニで印刷することも可能で、書面に印刷して郵送で税務署へ提出することもできます。また電子証明書が組み込まれているマイナンバーカードがあれば e-tax を利用してインターネットで申告書をデータ送信することもできます。こちらは3月15日まで24時間対応していますので、夜間や休日でも自宅から送信することができ大変便利です。確定申告について相談が必要な方は確定申告書作成会場をご利用ください。確定申告書作成会場は昨年に引き続き JR 新宿駅新南エリア直結ニューマン5階のルミネゼロにて3月15日まで開設しています。確定申告書作成会場の受付は午後4時で終了します。早めの来場をお願いします。また会場は大変混雑しますので、先ほどご紹介しました国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーをご利用いただき、自宅などでの申告書の作成をお勧めしています。マイナンバーについては申告書に記載が必要です。書面で申告書を提出される際は申告者本人のマイナンバーカードの提示または写しの添付が必要になります。マイナンバーカードをお持ちでない方は番号通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票といった番号を確認できる書類と、運転免許証や健康保険証などの本人確認ができる書類の両方をご用意ください。なお e-tax でデータ送信する場合はマイナンバーカードなどの写しを別途送付する必要はありません。ぜひ e-tax をご利用ください。今年の平成29年分の確定申告から医療費控除の手続きが変わりました。領収書の提出または提示の代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となりました。医療費控除の明細書は医療を受けた人ごと病院薬局ごとに区分し、それぞれ医療費の合計額を記載してください。なお平成31年分までは従来の方法でも控除は受けられます。最後に申告と納税の期限についてお知らせします。平成29年分の所得税及び復興特別所得税贈与税の申告と納税の期限は3月15日木曜日までとなっています。また個人事業者の消費税及び地方消費税の申告と納税の期限は4月2日月曜日までです。税務署から税金の納付書などの送付はしておりませんので特にご注意ください。納税には指定した金融機関の預貯金口座から自動的に納税額が引き落とされる振替納税が大変便利です。ぜひご利用ください。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。お早めの申告と納税をよろしくお願いします。なお杉並区内の確定申告相談受付窓口は杉並税務署と荻窪税務署に